はい、AO 推薦入試面接質問出る順ランキング4つ目は長所短所です。この質問に関しましては、外面ではなく自分の内面について語ってください。で、なかなか長所短所出てこないなっていう人は、このように考えていただければと思います。長所というのは、そして短所というのはそれぞれの裏表ですね、表裏一体となってますので、長所も行き過ぎれば短所になる、で短所も違った見方をすれば長所になりうると、そのように考えていただければと思います。